はいどうもこんにちは、フィギュア大好きと一貫です。今回もですね、新作フィギュア情報でございます。やはりワンフェス前ということなのか、この時期は各メーカーさんからの新作情報が多いですよね。でまずはですね、こちらから本日からですね、渋谷スクランブルフィギュアさんから予約開始となりました。アリスの SAO のアリスのクリスタルドレスバージョンでございます。はい、こちらがですね、アスナのクリスタルドレスに続きまして、アリスの方も出たと、そういうことでございます。いやー、これまたなんかすごそうですね。先に出ているアスナのクリスタルドレスの方が、真っ赤なドレス、シンクのクリスタルドレスが非常にね、綺麗で特徴的だったんですけれども、この今回のこのアリスは、青ベースに、青のクリスタルドレスに、インナーがちょっとね、黄色いのが見えるんですよね。あとその周りのエフェクトみたいなものも黄色いと。なので、この青と黄色のコントラスト、この色のね、相性もいいですからね。で、これはまたね、アスナとは全く違って、この、同じクリスタルドレスなんですけれども、全くね、違った雰囲気に仕上がってますよね。いやー、これはいいですよね。このね、この胸周りのこの黄色衣装、このインナーみたいな、ここら辺の造形がね、僕的にはね、ここかなりツボになってますね。で、顔もこの通り結構この、いい表情をしているんですよ。ちょっとこう、凛々しい表情というか、若干のドヤ顔。で、フィギュアではお約束のこう、両腕を上げてね、こうやってね、両腕を上げることによって、両方の脇が見えると、丸見えになると、これがね、お約束なんですが、素晴らしいですよね。いやー、でもね、やっぱりこのドレスですよね。この透け感、透明度。いやー、本当にこれ綺麗ですよね。で、今回のこのクリスタルドレスもね、結構大きいです。スケールは7分の1で、このようにね、ドレスが舞い上がっている造形なので、見た目以上に大きそうです。で、お値段が税込みの 38,500 円となっております。いや、しかしこのクリスタルドレスも、レム、エミリアから始まって、鬼レム、アスナ、そして今回のアリスで、ついにね、5体目ですよ。なんかもうこれがね、渋谷さんの看板商品になってきてますよね。次はね、どのキャラがクリスタルになるのか、非常に楽しみでございます。で、こちらのアリスの方は受注期間も決まっているようで、4月の16日までとなっております。で、発送が2023年の1月の予定です。こちらはね、完全受注生産なので、欲しい人はね、必ず予約をしてください。予約をしないと買えません。そして変わりまして、こちらがですね、アニプレックスさんから、青豚青春豚野郎は夢見る少女の夢を見ないから、桜島舞先輩のカラードレスバージョンが予約開始となりました。これはですね、以前に同じくアニプレさんから発売されている桜島舞のウェディングドレスバージョンのカラバリみたいですね。色違い、多分色以外の造形は全く同じだと思います。なんかね、青豚は海外でも人気があるらしいんですけれども、それで今回のカラバリが出たのかな。舞先輩はね、この間もね、バニーバージョンが再販されてましたからね。あと、アニメの方も新作とかやるんでしょうか？2期とか劇場版とか、どうなんでしょうね。でもこのドレス、色がついたということで、これはこれでなんかね、より大人っぽく見えていい感じなんですよね。あとなんか逆にね、こうやって色がついた方が、透け感もより強くなったような、そんな感じもしますかね。で、こちらのスケールが7分の1で、販売価格が税込みの 15,400 円。前回のウェディングから400円のアップなので、ほぼ据え置き価格ですね。で、こちらも受注期間が決まってまして、受注期間が3月の27日まで。で、発送が今年の9月の予定です。そして、アニプレさんからはこちらもあります。鬼滅の刃の渦井天元が、こちらは8分の1スケールフィギュアで登場です。アニプレさんはね、柱全員出しそうな感じがしますよね。個人的にはですね、そろそろ出てきそうな、甘露寺蜜璃。あれがね、フィギュア化されたら面白そうなんですよね。僕としてはやはりね、美少女の方がいいので、期待しております。で、こちらの渦井さんもド派手に作られておりまして、なんと前髪パーツの差し替えで、セクシー渦井天元バージョンにもなるらしいです。なんかね、こうやって前髪がパラッと落ちていると、ちょっとね、セクシーに見えますよね。
で価格が税込みの 19,800円です。まあ、価格は地味ですね。うん、造形はド派手ですけど。でこちらの申し込み期間が5月の1日まで。で発送が来年2023年の3月頃の予定です。まあ、気長に待ちましょう。さらにこのうずいさんは可動フィギュアバズモッドでも出るらしいです。これはこんな感じでいろいろとね武器を持たせたり、あとはねポージングを変えたりして、でエフェクトなんかもねつけてド派手に遊べるようです。あとなんかねこんな感じでね正座もできるっぽいですね。地味にすごいですね。でこちらの価格が税込みの9,800円で、申し込み期間が3月の27日までで、発送が今年の12月の予定です。で変わりましてこちらが角川さんです。ソードアートオンラインから勇気の真夏のきらめき花嫁バージョン、これは以前に同じくきらめき花嫁バージョンでアスナも出ているんですが、それに続いての勇気と、まあ、これもねファンとしてはアスナと並べて飾りたくなるフィギュアですよね。まあでも真夏のウェディングと言いながらもこうかなりね露出の高いウェディングと、そういうことですね。でもねアスナはともかくとして勇気のあの肌の面積が多いフィギュアってそんなにないような気がしますから、この勇気は貴重かもですね。でこちらのスケールが7分の1で、販売価格が税込みの 19,250円で、発売が2023年の3月の予定です。で変わりましてこちらがエモントイズさんです。トラブルダークネスから金色のヤミちゃんがフィギュア化です。いやヤミちゃんのフィギュアも多いですよね。でこちらのヤミちゃんですが、なんとねエッチくないんですよ。健全なんですよ。本当にね健全で、衣装もなんかね超健全なんですよね。ちょっとこう民族衣装的なワンピースで、なんつかねこれはあの制服っぽくも見えますかね。うん、ただね髪の毛なんかの造形がすごくて、あの美少女フィギュアらしい美少女フィギュアっていう感じです。あのとてもね可愛いヤミちゃんに仕上がってます。でこちらのスケールが7分の1で、販売価格が税込みの2万900円で、発売が今年の10月の予定です。で変わりましてこちらがエイペックスさんからデートアライブの夏海チャイナドレスバージョン、これね覚えていますでしょうか。あの以前に時崎くるみと八戸上東華が出ているんですけれども、それと並べて飾るとこんな感じになるらしいです。すごいですねこれ。あのマジでなんかあのこの3人が宴会を開いちゃってるみたいなんですよね。うん、このね3人のくつろぎ感が半端ないですよね。うん、あとこの東華の食いしん坊プリとこのお腹のぽっこり感がなんか可愛いんですよね。で夏美は手鏡なのかな、それとうちわを持っていて、なんかね涼しげな感じ、まあ、あとはねチャイナドレスの密着感ですかね。うん、まあ、ここら辺がセクシーです。で今回のこの夏美のスケールも7分の1で、販売価格が税込みの 16,280円です。で発売が今年の12月の予定です。でエイペックスがね続きます。こちらがねアークナイツからアンジェリーナ全光演歌バージョンが予約開始です。でアークナイツなんですが、なぜかね手にはトランペットを持っていると。でなんかこれはねゲーム内の音楽イベントでの衣装っていうことみたいです。なんか面白いですね。ただねこの毛も耳、このボリュームのあるロングツインテと毛も耳、あとね尻尾、このモフモフの尻尾、ここら辺の造形がいいですね。うん、このモフモフ感、これがねいいですよね。いやでもね可愛いですよねこれは。うん、非常に可愛いです。あのなんかねやたらね僕はそそられるものがありますね。この濃いブラウンのワンピースっぽい衣装もクリアパーツなのかな、若干透けてるようにも見えるような見えないような、うん、まあ塗装のせいかな。でこちらもスケールが7分の1で、販売価格が税込みの 15,950円で、発売が来年の3月の予定です。でエイペックスはねもう1個あります。千剣奇境伝3から東雪剣がフィギュア化です。これは何かあの中国のゲームなんでしたっけ、あの歴史系のゲームなんでしょうかね。でもねフィギュアの方はご覧の通りで可愛いです。なんですかねこの可愛い女の子が木の上に座っていて、でなんかね変な妖精みたいな、まあ、妖精というかなんかキューピーちゃんみたいなものと戯れていると、まあ、そんな感じですね。でもこの子も可愛いですよね。うん、僕はねこういった正統派の美少女は好きですね。衣装も可愛いですし、なんかいかにもね RPG っていう感じがしますよね。
まあでもね、なんかやっぱりこう中国系のフィギュアはこういう台座がね凝ったものが多いですよね。うん、なんか豪華に見えますよね。でこちらのスケールが7分の1で販売価格が税込みの 19,850 円となっております。で発売が来年の3月の予定です。はい、ということで結構なボリュームになってきたので今回はここらで終了とさせていただきます。で今回もご紹介したフィギュアの予約先はいつものごとく下の説明欄に記載しておりますので気になる方はチェックしてみてください。フィギュアは予約して買うのが鉄則です。ではでは。